長谷川24分の1スケール限定商品、スバルインプレッサ WRC2005、2006年ラリーニュージーランドのご紹介です。こちらの方は、2006年に、ラリーニュージーランドにスポット参戦したロッシのモデルを、商品化したものになります。そしてキットの中はこのようになっております。まずこちらの方がガラスとか、ライト類の透明部品になります。そしてこちらの黒いシートがこれ、泥除けの方を作る部品になってます。でアンテナ線はここに入っている金属の棒を切って使ってください。そしてボディの方がこちらになります。だいたい全長が18センチ、幅が7センチくらいの大きさの、ボディになっています。でこちらの方に、それ以外の部品がまとまって入っています。シャーシや室内、あと足回りですね、あとホイール、あとこちらの袋にタイヤが入っています。でこちらがデカールになります。で、ロッシなもんでカーナンバーが46番になっています。そしてこちらが、窓用のマスキングシートが入っています。部品は以上になります。で、こちらの方があと組み立て説明書になります。でこちらに車の解説やあと、ドライバーのロッシのプロフィールやマシンのスペックなどが書いてあります。そして、説明書を開いていきますと、まずこちらが、パーツリストになっております。でこの下にあるのが使用するカラーの種類になりまして、これは、クレオスの水性ホビーカラーとミスターカラーが表示されています。そしてボディの方のメインカラーはこの2番の黒になります。そして、組み立ての方はまずこのシャーシの方の、内装から作っていきます。でこちらの方で、こうインストゥルメントパネルやあとフロントのドライブシャフト、後部座席のところのなんか部品をつけていきます。そして次に、シートをつけていきます。でシートにはシートベルトのデカールを貼っていきます。で次にダッシュボードの組み立てになります。そして、ハンドルを取り付けまして、でドアの内張りを、作っていきます。このドアの内張りにもロールバーがつきます。そしてあと車体内のロールバーを作って組み立てていきます。そして、先ほどのダッシュボードをセットしていきます。その次にシャーシの、マフラーの部分とスタビのパーツをつけていったりして、でリアの、サスペンション、ドライブトレインなどを取り付けていきます。で次にフロントのサスアームや、ブレーキパーツなどを取り付けていきます。そしてボディの、組み立ての方はまずこの透明の窓枠の方をごめんなさい、透明の窓のパーツを、この、窓枠用のマスキングで塗り分けていただいて、次にライト類の、塗装ですね。そしてエアのこうインテークなどを取り付けていきます。で次にタイヤにホイールをセットしていきます。タイヤは進行方向がありますのでこちらご注意ください。でボディ と、シャーシをセットし、アンダーパネルに、フロント側はラジエーターをつけてセットしていきます。そして、こちらの方が、泥除けの、原寸大図になりますのでコピーなどして、これで切り抜いてください。そしてボディの方の細かなこう、ワイパーやミラー、
そういったものを取り付けていきます。そしてアンテナを立ててリアウィングをつけ、そしてテールランプ等を取り付けて完成になります。でこちらのイラストが塗料の塗る場所や、あとステッカーを貼る位置になっています。これで以上です。